ういう状態でこうやると書かれるの。こんにちは、山崎です。今日はストレッチ、はいはい、普通のストレッチは伸ばす筋肉を伸長するっていうのは緊張やでね、はい、緊張を持続すると弛緩するっていうのが一般的に言うスタティックストレッチとかストレッチングってやつなんですよね。それやると運動のパフォーマンスは上がらないって勉強してる人は聞いたことあると思うんですけど、じゃあパフォーマンスの上がるストレッチっていうのは何なのか、この辺について今日はお伝えしていきたいと思います。この番組は体の不思議や面白さ、健康になるための情報を発信している番組です。よかったらチャンネル登録をお願いします。 YouTube では言えない健康情報の裏側や体の使い方、意識の使い方の奥深い話は無料のメルマガでさせていただくので、概要欄からメルマガの登録をお願いします。じゃあストレッチやっていきましょう。陸上やってるから、はい、陸上でもみんなストレッチやるよね。めっちゃやります。でそこでやられてるストレッチで、その陸上ではストレッチをしっかりやった方がタイム出るみたいな感じになってる。なんか自分の体幹とかだと一回全部やったんですよ、うん、ストレッチ、はい、どういうストレッチ。静的とかでこうずっと伸ばし続けるとか、はいはいはい、あとは、うん、動的ストレッチだってこう、あのダイナミックストレッチ、ね、動きながらやるとか、うん、それの2つでどっちがいいかって言ったら、うん、多分静的よりも動的の方が確かに動きやすい感じがあって、うん、自分の体感としてね、はい、うん、その時はまだ僕もこういうね文化とか知らないし体のことも勉強してなかったんで、うんうん、高校の時は動的ストレッチがいいってなったから動的だけでやってて、うん、静的をやらなかったんですよ、うん、でそっちの方がパフォーマンス実際上がってて、はいはいはい、成績良かったんですけど、うん、こうやって勉強させてもらってから、うん、なんかそのストレッチこれ本物かってちょっと思い出してきて、うん、ああ動的もね、はい、であれは例えば陸上界とか実際にフィットネスでトレーナーとして働いていると、そこの業界の常識ってあれではやっぱ動的ストレッチを僕は聞きます、うん、陸上、はい、動きながらやった方がいいよ。静的ストレッチみたいなのは陸上の人結構やってるの？あんまり見ないですね。あ、ほんま。基本的にウォーミングアップとかを見てると、うん、みんな動きながらなんかこういろいろやってるんで、あ、はい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 、ずっと長いことじっとしてるっていうのを見たことはあんまりないですね、うん、じゃあ基本はダイナミックストレッチっていうのをやってるんですね。短いってね、まあ、いわゆるその分類の仕方はいろいろやけれども、例えば反射を使ったものをバリスティックストレッチって言ったりするのね、はいはい、例えばアキレス腱伸ばしみたいなのって、うん、あれなんかカン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 みたいな、はい、ああいうのを基本的にバリスティックストレッチって言って、動的にラジオ体操で大きく動かすようなのがダイナミックだよね。それと静的ストレッチ、伸ばし続けるストレッチがあると。で今は動的がいいと思ってやってたってことだよね。そうですね。フィットネスってこと、フィットネスではやっぱりみんな体を良くしたいってなったら、うん、みんなの肩凝ってるから、うん、こう何十秒、はい、10秒伸ばしましょうか、うん、結構効くん で、 であれなんで10秒と思う。お客さんが多分何十秒もやらへんから。あ、そうなんですか。とか、はい、その例えばストレッチゾーンってあるやん。あります、はい、みんなやってるやんか、はい、あそこに椅子はなるからそのストレッチゾーンが足らんから、はい、だから早く終わらせるっていう、なんかその効率性みたいなもんも入ってて、はい、でいわゆるストレッチングっていうと教科書的には大体90秒ぐらいって言われるね、はい、なら90秒ぐらい伸ばし続けるとゴルジ腱機関ってね、腱反射っていうのが働いて筋肉が弛緩するっていう仕組みでしょ、はい、でこれをやると弛緩しちゃうから次動こうと思っても緩んだまんまで緊張ができないね、うん、だから緊張と弛緩をこうちょうどいいバランスで両方ともやりたい。ダイナミックストレッチ、陸上やってる時には動的のストレッチするって言ってるでしょ。それって思いっきり体使ってる？いやー僕の場合はそんなに使ってないかもしれない。例えば陸上で 100m を走るってなったら自分の体全力で思いっきり使うでしょ、はい、ってなったらちょっと甘い、ね、体操が。いやなんかわかる。かえって 100m を例えば1本走った後の 100m もう1回走るっていう時の方が速かったですよ、ね、ああはい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 、あれそういうことやったんかなってちょっと今、うん、だから体を使い切る、目覚めさせるっていうのは必要よね。じゃあ実際にストレッチをやっていきましょう、はい、どういうのやる？よく運動でやってるのはなんかこう、うんうん、こうやって足をこう上げたりとかしながら歩いていったりとか、うんうん、あとはあの大きくこう、ね、スキップするように動かしながらとか、うんうん、そういったことやったり、うん、陸上界で見るのは、うん、太もものこの辺とかを伸ばしたりって言ってこういう感じで、うんうん、はい、伸ばしながら歩いたり。それだから陸上で言うとそうか、はい、それは眠っている感覚を目覚めさせるという意味ではあるよね。自分で自分の体を基本コントロールしながら走ったわけやん。そうですね、はい、だからあえて緊張を入れる、だから緩めないストレッチでしょ、目覚めさせてん。どっちかとそういう感じかもしれない。それやったらありよ。あ、それもありなんですね。やっててよかったって自分ちょっと思います。感覚が目覚めないと
なんとなくで使ってしまう。あ、はい、だから神経伝達を良くするためにその感覚を目覚めさせてあげるっていう要素は必要なの。だからストレッチしますって時に伸びてるなという感覚はいいのよ、はい、それをやめていくが欲しい、うん、けど例えばこう伸ばしますね、まあ、今胸張ってます、はい、で今胸が基本緊張してるわけ、胸の緊張やめる、はい、でも伸びてる。確かに。腕は普通この緊張をやめるって言ったら全部やめるやろ。あ、そういうところにですね。だから緊張を入れて、例えば今、やってるのはこの手の指先から手のひら、はい、で前腕のこの辺から肘で、今肘の内側から肩で今度胸、こうやったら全部の今感覚が起きてる状態ね、はい、それをやめてって、分かる？胸やめたら分かる。でもなんか手をそのでもかで上腕ね、はい、上腕やめてって、で今肘からこの先、こっち側もやめてって指先だけに持っていくっていう感じにすると、ちょっと腕をこう握ってみて、意外とちっちゃい。あ、確かになんかそんな膨らんでる感じもなければ、膨張感ない、上腕とかも、はい、むしろどっちかというと柔らかいっていう。そうそうそう、でこういう状態でこうやると書かれるとこれがちょっとこう緊張してるやん、はい、あ、止まりますね、自分の体に跳ね返ってくるのよ、これやめるやん。うわー、止まらない。やめると来るでしょ、はい、これが ストレッチをしてるんやけれども緊張は入ってない。緊張と弛緩が同時に起こってる状態、はい、っていうのができると、ストレッチをするっていうのが緊張を伴ったもんやと自分の体に跳ね返っちゃう。例えば走るってなった時に、はい、バンってついた時に自分の体に置きたいてもしょうがないやん、早く走るから。そうですね、前に行きたい。だからここは緩めてたり、やねんけど芯は通ってたり、はい、それは足でやるとちょっと分かりにくいから、今腕でやるにしたら、はい、ちょっと手伸ばしてみて横に、でこの時に今どこが自分で張ってる、この辺と、うん、この辺とかですね、それを胸の感覚を作っていく、あ、張ってるなっていうね、はい、で今度肩の前、肩の前から今度このラインね、はい、で今度肘から今度こっち、難しいけど、で今度は手首から手のひらで指の先っちょまで、おっていう風にまず感覚を作っていきます、はい、で手のひらの感覚を残しておきます。胸をやめていきます。そう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 、リラックスしてで残しといてや、で肩の前とかをやめていきます。そう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 、この腕の緊張もやめていきます。ほな今肘と大体手のひらに残ってるから、肘もなるべくやめていって、指先だけの感覚は残っているってやった時に、こういう感じでちょっと巻いてみよっか。うわ、でもどこに来た、どこに来た、ここの辺ですね。それやめて、指先は残しとこないで、手のひらと、あ、胸も来てない。そう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 、もっと胸やめる。そう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 、うわそうわっこれがね、本当のストレッチ、うわ使えるストレッチ。実はみんなやってるのってあんま使えないストレッチをやってしまってて、ボブ・アンダーソンとかが作ったなんかストレッチの本が有名やけどね、はい、そのストレッチはね意外とね使えないんです、うん、だから生理学に基づいてとか言うんやけど、はい、その動物がやっているストレッチっていうのは全身の伸びでしょ、うん、その部分のストレッチじゃないよね、うん、だから動物系のストレッチの方がいいの。みんなだから筋硬血が張るとかって言って、筋の塊ね、うんうん、はい、硬いところがちょっとこう伸ばしてピュンってやったら、うん、なんか一瞬血流良くなったりするから、うん、それで確かに楽になったって言うんですけど、うん、また次の日とか、うん、その次の次の日とかってなったら、また凝ったでとかって結構言うんですよ。例えば肩が凝ってますってなった時に、肩を緊張させる、意識させるやんか、はい、んな肩に感覚残るの。あ、こうギュッてやったり、なんかちょっと動かすでしょ、はい、ほんなら血の流れ良くなるけど、はい、感覚が残るから逆に肩意識してしまう、はい、一般の方には感覚がここ強いのであれば、違う感覚、特に遠いところ、足指の感覚とかを強くしてやると、こっち側が抜ける。はあ、変にじゃあ、うん、そこが痛いってなってるから、そこばかりやってしまうとかえって良くない。素人は拘縮ポイントをあんまりいじらん方がいい、はい、ああそうなんですね、うん、いなす練習をするんやったらいいけど、はい、じゃあ実際の、じゃあちょっと 胸を開くストレッチいきますね、はい、で座ってみて、手を頭の後ろで組んでください。今度手のそのひらを甲に変えます。そう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 、
この状態で僕がサポートしますね。こっちから手を入れて手の甲で肩甲骨あたりを押します。で膝が背骨に入って押しますね。ってなるとどこかの筋肉を伸ばしてるんじゃないんですね。ちょっと横向こうか。いい感じで、ここから手の甲で肩甲骨あたりを前方に押して、で膝を背骨の出っ張ってるところ大体7番目ぐらいに入れて、こうね引き上げます。これで背骨の反りが強くなる。わかる？こう入れてこう向いてもいいよね。この背骨の反りが止まった状態で動くのね。うわ、意外と硬かったですね上半身。結構強烈やろ、はい、で縦に自分でこうこういう感じで、はい、体をねじる。そう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 。お、楽。いくやろ。はい、めっちゃ楽ですね。だからその骨の動き、特に中心の背骨の動きを基本高めたいわけ、はい、その部分の筋肉を使って伸ばそうってしてしまうと緊張が伴う。この頭こう組んでるのこう手の甲に書いてあるのも緊張を減らすために実はやってるんですね、はい、っていう感じで、ストレッチっていうのは部分の筋肉を伸ばすものではないんです。筋肉の緊張をやめたいんやけれども伸び伸びはしてる。だからさっきのこうね、背骨をグーッと反ったでしょ、はい、これも背骨は思いっきり使ってるわけ。反りという機能でないけど筋肉は使っている。その方が年齢を重ねても筋肉に頼らずに自分の体を最大限に使えるようになるんで、まあ、なかなかこういうことを教えてる場所がないから、じゃあ練習してねって言っても難しいんやけど、ちょっとそれを頭の中にだけでもね入れておいてもらえると、動物的なストレッチをした方がいいんやな、全身の伸びをした方がいいんやな、筋肉をなるべく使わずに体の骨の動きというかね、それを大きく使った方がいいんやなと、この辺を頭に入れておいてもらえると参考になるかなと思います。この番組が面白いと思われた方はいいねやチャンネル登録をお願いします。